またこっから動かなくちゃいけないんですよ。一回のタッチでボールをここでこっちで動かしてあげる。皆さんシュートを打つとき、アイト、ね、ゴール前で一番使えるフェイント何ですか？そう、キックフェイント。要はシュートを打とうと思ってやめるっていう。で、これ皆さん右引きで右足でのキックフェイントはあるじゃん。今からやるのは逆足で練習してもらう。左足でキックフェイント。一回いきますよ。こっからちょんちょん止まる。ラブはドラッグスター作る。やめる、こっち側。わかる？で、おしまい。こっからまた真ん中戻ったら、はい、ちょんちょん止まる。ラブはドラッグシザースキックフェイント。こういう感じ。OK。これを繰り返してもらう。で、この練習の一番のポイント。いくよ。まず、ちょんちょん止まる。ちょっと進行行って。で、よ、斜めになります。ラブオーバー。親指でボール触ったら、足つかない、またぐ。ここの小指、ちょっと軽く強く蹴って、この後、ここで止めない。止めちゃうと、またこっから動かなくちゃいけないんです。一回のタッチで、ボールをここで、こっちで動かしてあげる。わかる？ただ、悪い例。これやっちゃうと、相手に取られちゃう。来た時に、これ。はい、何やると思う？はい、ボールから離れる。ボールから。惜しい。そう、今のゆうたろうの言う通りで触り方が違う。悪い例はインサイドで触らない。親指の裏を上からこうボールを叩く感じ。こういう感じね。そしたら転がしたらちょっと足つかないでまたいでこっちにボールを OK。 要は小指でね、相手をかわしました。小指でボール出したと走りすぎない。やった後、今みんなこの後走りすぎてからやってるじゃん。もうこの後相手騙されないよ。 OK。 小指で蹴った後足ついたら3歩目、蹴った後足がついて1,2,3 歩目で切り返す。3歩目わかる？もう一回いくよ。はい、いくよ。小指で蹴った後この後すぐにこっちに切り返す。 OK。 これをイメージしてほしい。で、あともう一個、これこうしろとかそうなんだけど、いくよ。じゃあさ、こうしろ。キックフェイントって相手にどう思わせたらいいの？だよね、打つって思われたらじゃん。よくいくよ。じゃあ止まってるボールを蹴ろうと思った時にボールが自分のここにあります。こっからこうやってやってこれ蹴るって思う？じゃあボールがここにあったらこれは蹴るって思うじゃん。要は斜め前、右利きの子だったら左足の斜め前、相手だったら右足の斜め前、ここにボールを置くんだよ。だから要は今こうしたとかはボールに対して回り込んじゃってる。この後こうなってんだよ。だから蹴るっていう動作、あのあれが相手に思われづらい。もっとボール離してこのボールをこうやって蹴る、持つ感じ。シュートフェイントっていうのはボールの置きどころで変わる。ちょっと出してあげる。このボールをこっちに持ってくる。ちょっと足から離す。そっちの方が相手はやばいと思って体投げ出すから。オッケー、そう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 。この2つを一番の形は意識してみて。オッケー？声ちっちゃい。オッケー？はい。このままやってやるよ。